星川通り、星川通りは、埼玉県熊谷市鎌倉町を起点とし、星川、筑波を経て、同志銀座へと至る熊谷市の指導の愛称である。別名、星川シンボルロード。全区間が、星川の両岸に位置する。星川シンボルロードと星川1975年に、水と緑と彫刻のプロムナードとして、広場や彫刻像を設置。 さらに1990年代から2000年代にかけて、荒川佐岩間線用水路としての、大里総合農地防災事業の整備、電柱地中化工事、アメニティ空間の整備が行われ、星川シンボルロードとして生まれ変わった。この整備が完了した後は、浸水性の確保と用水路としての機能を両立させるため、星川の地下にパイプラインが埋設され、 水が流れており、もう一本地下河川が縦に並行して流れている、形となっている。起点から、埼玉地方法務局、熊谷市局手前までの約 1km を熊谷市、コミュニティバス UU バスの直座根号が通過する。直座根号の車体には、星川の写真がプリントされている。星川通りで行われるイベント祭りなどを紹介する。ありがとうございます。